はい、皆さんこんにちは。今回何か言及させていただきたいかというと、気になる問題ということでニュースに関して取り上げさせて解説させていただきたいと思います。これは産経新聞が出している記事、まずお題と記事を読まさせていただいて、その後解説させていただきたいと思います。まずそのお題としては緊急事態宣言40知事、効果あったということで、権限強化約4割範を改正しようというふうに、アンケートを行った回答が出されているということです。記事を読ませていただくと、新型コロナをめぐり、改正新型インフルエンザ等、特別対策措置法に基づき、発令された緊急事態宣言について8割以上の知事が、感染拡大に、効果があったと考えていることが、産経新聞が実施した、都道府県知事アンケートで分かったということです。宣言に強制力を持たせるための法改正すべきかどうの質問に約4割が必要と回答。アンケートは今月上旬、緊急事態宣言についての評価や新型コロナの感染拡大対策などについて47都府県の知事宛てにメールで回答を求めたということで、4月7日、7、都府県で発令、同16日に対象地域が全国に拡散され、緊急事態宣言が効果があったと回答したのは40人、これ47都道府県の47人の中で40人です。どちらかといって言えば効果あったというのは6人、どちらとも言えないは1人だったということで、全国民が外出自粛に協力した、二坂、和歌山県知事、ことや、大型連休中、県境を越えた人の動きを一定抑える、効果があったということで、三日月、滋賀県知事、ことで感染者数が抑制されたことを評価する声があったということです。緊急事態宣言が、延長されるので大半が評価する、多少は評価すると回答。吉村大阪府知事のみが延長の際には出口戦略を合わせ示すべきとして、どちらかといえば評価しないと回答したということです。一方、緊急事態宣言に伴う外出自粛や飲食店の営業制限に強制力を持たせるために罰則規定を設けるなどの法改正が必要かという問いについては、必要20人、必要でない3人、どちらといえばどちらとも言えない22人などは意見が分かれたということです。新型コロナをめぐる政府の対応の政治が10人が評価する、22人がどちらかといえば評価すると回答。安倍、長野県知事と川勝、静岡県知事の2人はどちらかといえば評価しないと、したということです。各自治体が行っている感染防止策について、新規患者が発生しており、現段階での評価は難しいということで、黒岩、長野県知事を除く46人が効果があったと、あった、どちらかといえばあったとしたということです。これに関してですね、言及させていただきたいと思います。まず緊急事態宣言が出されて知事が感じることとしては、47人中40人はこの緊急事態宣言を出してよかったという評価をしているわけです。その中で国民自体も多くの国民が実際緊急事態宣言を出したことによって、一定以上やっぱり国民に対して緊張感ができてね、その中で不要不急の外出をせずに越境しないというのが生まれてね、効果が生まれた、そしてこれが結果につながったと思ってるんです。その中で、今実際緊急事態宣言がちょっと早期に、解除されましたけど、この後また第2波第3波が訪れるんじゃないかとは思われます。その中で、やっぱり気を引き締めたらダメなんだっていうのが分かったんだけど、その中で強制力ね、いわゆるよくコロナ禍にね、なんで早くロックダウンしないかっていう話がね、ひそかによくあったわけです。まず都市封鎖っていうのは日本のいわゆる法律上、今の現行憲法の中に強制力を持って、というのができないわけです。だからそれを持って、都市封鎖、強制力を持って都市封鎖をするべきだという声も多く上がっていた中ね、憲法改正してでもやるべきだという声が多くあるのが実情です。それに対して知事が47人の中で必要が20人ね、で、その他が2人、その他ってのは未回答ってことかな、必要でないが3人なんです。でどちらとも言えないっていうのは、どちらかといったらそういうふうにやってほしいんだけど、体裁上多分それをあえてどちらとも言えないと言ったと思うんだけど、いずれにしても必要と感じる知事は非常に多かったんじゃないのかなって感じがします。その中で他国で例をやるとですね、今まで93カ国渡航して留学駐在も訪れていたわけだけど、その中で他国が都市封鎖に関しては強制的にやって、で、外国では、外出したら逮捕したりとか、する事例が多いです。その中で日本は甘い国ではありますけど、日本政府としては、日本人の本質、真面目で順法意識があり、道徳心がある、
それにかけて国民に任せたものだと思うんで、それに応じて、まあ、国民の多くが、ね、8割、9割方、1、2割の方がそうじゃなかった人もいると思うんですよね。ゴールデンウィークなんか見てもね、やっぱり走ってると、あ、他県のナンバーがいるなと思いましたよ。絶対これ観光できてるってもう見ても分かったんだけど、そんな感じであったわけです。だからそこらに関しては、まあ、日本人は、の場合は、強制的に都市封鎖せっそも、まあね、一応そういうふうに自粛要請したら、守るっていうね、人々が非常に多いっていうのが今回分かったかなって感じがします。ただまあ緊急事態宣言が解除されてね、それで結局緩みが出てるのも思うし、緊急事態宣言が出されてまだ緊急事態宣言が出てるところでも同じように緩みが出てきちゃってね、その中で再感染という形で2波3波が来る可能性が十分高いということで、これはやはりね、今後ともやっぱり気をつけていただいて、いわゆるマスクを着用、いわゆるあと距離ね、あとなるべくサービスとなるところ行かない、こういったところが、一人一人がねやっぱり、努力していかないといけないとは思うところでございます。ということで今回気になる問題ということで、言及させていただきました。川勝知事って静岡県の県知事ですけどね、まあどちらかというと反自民ですから、その中でやっぱりこういうふうなねやってしまうんだけど、どちらかといえば評価しないとは言ってるんだけどね、自分は川勝さんがやってることも評価しないですけどねっていうのはあるんだけどね。まあそれはいいとして、今後ね、とにかくこの問題が早く収束することをやはり国民が一丸となってね、やっていくべきだと思います。これによって多くの方が不幸に陥ってますから、その中ではね、早くみんなが一協力していくことが必要じゃないかなと思います。